今教練員のいろんな制約はかなり緩和されてきてるんだけど、それでもやっぱり先輩がマハマトラに絡まれたりしてないか心配なんだよね。僕はここに残ってこいつを見ないといけない。コレイ、スメイルシティに行ってどうして先輩がまだ来ないのか見てきてくれない？私じゃなきゃダメ。すごく大事なことだからね。信頼できる人に任せた方がいいと思ったんだけど、体調まだ悪いの？あ、平気平気。私の病気ならもうすっかり治ったんだ。ただ師匠の先輩に会うとなると、ちょっと心の準備が必要っていうか。まあ確かに君一人で先輩に会いに行かせるのはちょっと無理難題だったかもね。一緒に行ってくれる人がいれば。久しぶり。いいところに来てくれたね。コレイと一緒にスメールシティに行ってくれないかなってちょうど思っていたところだよ。ごめん、そういうわけじゃないんだ。ただこの件は教練員に禁止された研究に関わってて、あまり他の人にペラペラ言えることじゃないんだ。それにこの件のことは君も知ってる。今完全に信頼できる人は少ないからね。熟考した末、やっぱり君に頼むのが一番だと思ってさ。うん、理由はちょっと複雑だし、ここで話すのもなんだから、後で先輩が来た後にまた詳しく話すよ。もしかしたらスメールシティですでに先輩のことを耳にしたことがあるかもしれないね。ファルザンっていう経験豊富な大先輩だ。そう、この100年にわたる妙論派のギミック研究、その大部分は彼女の残した論述や原稿をもとに発展してきたものなんだ。いや、正真正銘の人間だよ。ただある事故で100年間も消えてしまっていたんだ。その後荒野で発見されて教練員にお戻りになったのはここ数年のことだ。おかげで先輩の性格はなんというか、まあちょっと変わってる。それとコレイに対する態度もね。うう、考えただけで頭が痛くなってきた。先輩は悪意を持ってるわけじゃないんだし、そこまでひるむ必要はないと思うけど。はい、わかりました。頑張ってみる。はあ、妙論派とソロン派の学者たちは先入観にとらわれがちだしね。この件を彼らに任せるのはどうにも安心できないよ。でもファルザン先輩ならここ最近の考え方に左右されることはない。
手紙のやり取りでも協力したいって言ってくれたしね。ただ約束の時間からだいぶ経つのにまだパルディスディアイに来てないんだ。そうとは限らないけど、先輩の性格からすると他のトラブルに巻き込まれた可能性が高い。とにかくコレイと一緒に教令院まで行ってファルザン先輩の様子を見てきてくれない？はあ、よかった。口から心臓が飛び出るところだった。それじゃあ頼んだよコレイ、あまり無理はしないで。状況を確認できればそれでいいから。こっちの件は重要だけどまだ緊急ってほどじゃない。もし先輩が本当にトラブルに巻き込まれてたんなら直接戻って僕に伝えて。そしたら日を改めるから。何しろ面倒事を抱えたままじゃ今後の問題処理にも影響が出るからね。分かった、今すぐ行ってくるよ。なんじゃと、もう一回言ってくれぬか。年だから耳が遠いのじゃ。ですからファルザンさん、いい加減答えを出してくれませんか。ところでお前、先輩をつけることを忘れておらぬか。もうはっきり聞こえてるんじゃないですか。ファルザン先輩、私だってあなたに難癖をつけるつもりはなかったんです。でもあなたはここ数年何の授業もしていませんし、学生を連れて研究課題に取り組んだこともありません。指導教員としてさすがに良くないんじゃないですか。もう学生たちだけでなく他の先生たちまで文句を言い始めてるんですよ。ほう、一体誰じゃ。わしに文句があるなら直接わしのところに来いと伝えておくがよい。お前らの時間を無駄にする必要はない。それは言われずとも分かっておる。またチロン派の連中じゃろ。ったく、やつらには時間をもっとまともな研究に使ってほしいもんじゃの。ですがファルザン先輩、ご自身も長い間実際的な学術成果を出していらっしゃいませんよね。学術成果に実際的も何もあるまい。審査責任者が知識の本質を理解しておらぬだけじゃ。そもそもその指標を指導教員の評価に入れること自体何の意味もないことであろう。一体何代目の賢者が定めた規則なんじゃ。今すぐ手紙を書いて解き伏せてこよう。ちょっと待ってください。ファルザン先輩、話を最後まで聞いてください。やっぱりファルザン先輩だ。でも隣にいるのはマハマトラじゃないよな。
ちー、ファルザン先輩は若いって言われるのが一番嫌いなんだ。先輩は消えた100年間、体の成長も止まってたみたいなんだ。だから今は100年前と同じ姿でいる。ふぅ、心の準備もほぼできたし、行こう。とにかくアジャンタ彫刻展と妙論派の責任者はみんな、ファルザン先輩がこの研究課題に参加してくださることを強く願っています。ですから興味がおありかは分かりませんが。ってファルザン先輩、聞いてますか？おも、これは高齢ではないか。なぜ教練員に？体の方はどうなんじゃ？よくなったよ、ファルザン先輩。旅人とクラクサナリデビ様のおかげで。最近はよく眠れておるのか？目の下にクマができておるようじゃが、ティナリのやつはまたお前を夜遅くまで勉強させておったのか？いや、違うんだ。ただ私の覚えが悪いだけで、師匠とは何の関係もないんだ。はあ、学問を好むのは良いことじゃが、体が一番大事なんじゃからな。後でティナリにきちんと伝えておかねば。うむ、それから需要のある食べ物も持ってきてやろう。いや大丈夫だ、本当に。で、お前の隣におるこやつは伝説の旅人か？ほう、うむうむ、お前と仲間たちのことは聞いておるぞ。いつか会ってみたいと常々思っておった。お前のおかげで教練員はやっと少しはまともになってきたの。それにコレイの病気のこともな。あ、ほん、ファルザン先輩、まだアジャンタ彫刻展との共同研究について話してるんですけど。ふん、どうせ妙論派のやつらはこれを機にわしを説得してやつらの学院に引き込もうと狙っておるんじゃろ。これ以上言い立てられても無駄じゃ。わしは研究方向を変える気なんざさらさらない。もしどうしても共同研究に参加したくないとおっしゃるのであれば、新しい授業を開いてはいただけませんか？チロン派の範疇の授業となると多少開きづらいかもしれませんが、いずれにせよもうこれ以上先延ばしにはできませんから、どうか答えを出してください。授業を開いていただくのも、共同研究に参加していただくのも、もう先輩に何とかしてもらうしかないんです。私たちだって意見ある学生や先生たちを説得できません。あと数日伸ばしてくれんか。どうせもう長い間放っておいてきた問題じゃろうが。ずっと先延ばしにしてきたからこそ困るんですよ。もし今日結論が出なければ、明日にでも賢者のところに訴え出るものが出てくるでしょう。はい、どうやら本当に暇な奴らのようじゃの。お前たち、ティナリのことで来たんじゃろ。すまんがこの状況じゃ、日を改めてまた行くことになるかもしれぬ。でも
うむ、わしもじっくり考えねば。どうしよう、ファルザン先輩はまだやることがいっぱいあるみたいだ。師匠は緊急じゃないって口では言ってたけど、私知ってるんだ。師匠はもう何日もガンダルバー村に戻ってなくて、パルディスティアイでずっと何か忙しそうにしてる。ファルザン先輩にはちょっと申し訳ないけど、やっぱりまずは一緒に来てもらうしかない。でもそのせいで教令員から責任を問われて、結局師匠を助ける余裕もなくなったらどうしよう。うう、頭が痛くなってきた。うん、ファルザン先輩にとっても師匠にとってもそれがいいかもしれない。後で私に手伝えることがないか師匠に聞いてみるよ。師匠はきっと君がしっかり勉強して補習の頻度を減らしてくれればそれが一番の助けになるとかって言うだろうけど。え？ああ、それならファルザン先輩も早く問題を解決できるし、師匠に会いに行けるよな。じゃあ、私も残って手伝った方が。やっぱりちょっと怖いけど。うん、じゃあ任せた。ミョーロン派の好意を受けぬなら、チロン派の生徒に授業をしなければならんと。わしよりも奴らの方がよっぽど嫌がっておるやもしれぬがな。彼らの気持ちがなんとなくわかる気がします。ただいま、ファルザン先輩。旅人が残って手伝ってくれるらしいんだ。ほう、それは願ったりじゃの。ちょうどアザールを懲らしめた旅人がどんなものか気になっておったところじゃが、迷惑ではないのか。そうか、ならばよい。実は今ちょうどある問題に直面しておっての。シロン派で選択科目の授業を開くべきか、それともミョーロン派で共同研究に携わることを選ぶべきか。おい、正直どっちも選びとうない。ご存知かもしれませんが、チロン派は言語や不問を研究する学派です。100年前、ファルザン先輩はチロン派の学者でした。おいおい、100年前だけでなく今もそうじゃぞ。はい、ただ今のチロン派の学生たちは先輩の研究方向をまるで理解できていないんです。選択科目講座を開いたとしても聞きに来る者は誰もいないと思います。一言で言えば、現場にあった石碑や出土した文献に基づいて遺跡にある各種仕掛けの構成や解法を解読するというものじゃ。まあ汎用性の高い古典的な仕掛け関連の文献研究なんかも含まれるんじゃが。研究方法は今のチロン派と大した差はないんですけど、内容は遺跡や仕掛け関連のものがほとんどです。
仕掛けに詳しくないチロン派の学生にとっては実に理解しがたいものばかりです。加えて詳細が明らかになっていない遺跡は年々少なくなってきている上、妙論派のギミック関連学術も発展したため、さほど勉強せずとも古代文字の解読に取り掛かれるようになりました。それについては奴らがあまりにも傲慢なんじゃ。古代の仕掛けの危険さや複雑さは奴らの想像をはるかに超えたものじゃぞ。教えてやるが、100年前は全くこのような雰囲気ではなかった。学者は皆様々な領域の知識を探求することに熱心で、未知なる仕掛けにも十分な畏敬を抱いておった。今、主流学科や人気の研究しか見ようとせん奴らが来たとしても、そいつらを相手に授業する気などさらさらないわ。それに、わしの研究が時代遅れだの、現実離れしておるだのを理由に研究費の申請を却下する者までおるんじゃぞ。たく、やつらに古霊の爪の赤を煎じて飲ませてやりたいもんじゃ。勤勉さや学問に対する探求心、それから死に対する尊敬の念をきちんと学んでもらわんといかんわ。私の授業を聞いてくれる生徒がみなコレイのようじゃったらよかったのに。そういえばお前の体調はもう回復しておるんじゃろ。ということはずっとガンダルバー村におる必要もないんじゃないのか。復習しなければならない文字がまだいっぱい残ってるのを思い出した。先に戻って師匠を探すよ。お？つまりわしがコレイのために読み書きの授業を開くということか？待ってください。ティナリさんはまだ教練員と学術的な交流を続けているとはいえ、もう教練員に属していません。ですからコレイも教練員の学生とは呼べません。うむ、確かに旅人の言う通りじゃ。これまでの教練員は民を重視しておらんかった。じゃから傲慢な思想が生じてしまったんじゃ。コレイのように勉強熱心なのに何らかの理由で願いが叶わなかったものは他にもスメールに多くおるはずじゃろ。
教練員はそういう者たちを無視しておった。今コレイたちのために読み書きの授業を開くという思考は今後より多くの人に恩恵を与えるための一歩じゃ。それは規則に反していないかどうか一度戻って意見を聞いてからお返事します。そんな手間をかけんでもよい。わしがついてってやろう。何か問題があればその場で議論し合ってはっきりさせればよかろう。旅人コレイ、お前らは教練員の外でちと待っていてくれるか。すぐ戻る。ああ待って、私たちもついていこう。引きずってっちゃったぞ。そのまま正面突破だなんて、ファルザン先輩相変わらず我が道を行く人だな。はあ、どうしてこんなことに。いやいや、ファルザン先輩の学術水準は師匠も認めるほどなんだ。もし先輩が本当に読み書きを教えてくれるのなら、一人で引きこもって悩むより何倍もいいに決まってる。ただファルザン先輩は時々すごく情熱的で、どう向き合えばいいのか困ってしまう時があって、それは多分私を学生として迎えたがってるんだと思う。さっきの学者も言ってたけど、ファルザン先輩が消えた100年間で教練員はめちゃくちゃ変わったんだ。私も詳しくは知らないけど、チロン派の学生はみんな先輩と一緒に研究しても将来性がないって思ってるみたい。ギミック術や幻想応用に興味がある学生はやっぱり妙論派とかソロン派で勉強することを優先的に考えるし、それにファルザン先輩自身も数合わせのためだけに誰でも彼でも受け入れるってことはしたくなかった。だから先輩は戻ってきてから今まで気に入った学生を一人も抱えられてないんだ。でも私の学ぶ姿勢を気に入ってくれたみたいで、よく生徒にならないかって声をかけてくれるんだ。はあ、実際は覚えが悪いせいで夜遅くまで勉強しないといけないだけなのに、先輩に褒められるたび後ろめたくなるよ。そういうわけじゃないよ。ファルザン先輩は結構個人の選択を尊重してくれるから、特に私が森で療養しないといけないって知ってからはあまり勧誘してこなくなった。それにたまに美味しいものをガンダルバー村まで持ってきてくれるんだ。毎回お前の師匠には内緒じゃぞって言い含められて。そう言われてみれば確かに。でも私ってそんなに幼く見えるか？
コレイ、旅人、待たせたの。問題はもうバッチリ解決じゃ。やつらの上司に直談判し、一般向け事業の試行実施の実現性と必要性について論じてきたんじゃ。相手は確か昔の同僚の教え子の教え子だったようじゃが、威圧感は奴らの死よりもずっと劣っておって、少し言葉を交わした程度ですぐ納得してくれたわい。さすがファルザン先輩。ま、提出すべき書類の量は1ページも減っておらぬのじゃが、し、100年経っても教令員の悪い癖が変わっておらんとはの。どれどれ、記入する箇所は授業名、授業の目的、教え方、授業の教材。うむ、授業名は最後にしよう。少々漠然とした概念じゃの。何せこの授業は読み書きを始めたばかりの子供ではなく、すでにある程度の基礎を持っておる者を対象としておる。じゃから、より正確に言えば、授業の目的は、読み書きを上達させることじゃな。確かに、子供向けの読み書き教材を使ってると、いつももうすでに分かってる部分にたくさん時間が割かれてしまう。コレイにはレンジャーの仕事もあることじゃし、これからこの授業を聞きに来る人々もおそらく自分のやらねばならんことがあるはずじゃの。効率的な教え方を模索せねば。実践が一番の勉強だって師匠はいつも言ってる。だから師匠に頼んで分かりやすい本を探してもらって読んでるんだ。近年のスメールではなかなか本が手に入らぬのじゃが、ティナリのやつ考えおったの。読書量を増やすというのは確かに良い方法じゃ。教令員が書籍の流通を開放した今、読書に興味を持つ者も増えたはず。授業を開くにはもってこいの時期じゃ。次は教材か？若者が好きそうな本はあまり知らんのじゃが、アンタルの物語なんていうのはちょっと古臭すぎるかの。コレイは最近どんな本を読んでおる？私は最近稲妻の娯楽小説を読んでるよ。スメールでちゃんと本を売れるようになってからはトレジャーストリートで娯楽小説の露店を出す商人も出てきてるらしくて、ちょうど今度行ってみようと思ってるんだ。娯楽小説、それは初耳じゃのう。知恵の伝道では授業にふさわしい教材は見つかりそうにないことじゃし、今すぐトレジャーストリートに行って調べてみよう。
待って、ファルザン先輩。100歳超えとは思えない足の速さだな。私たちも急いで追いかけよう。長すぎる上に文法的な誤りも、そしてなんじゃこの表紙は派手すぎぬか。お客さんは娯楽小説をご覧になるのは初めてですか。今人気のある本はだいたいこういう感じなんですよ。おすすめお聞きになりますか。本の良し悪しは見た目で判断できぬからの。ここの本はめくってみても良いのか。大丈夫ですよ。まずこちらはどうでしょう。異教人喧嘩旅、金髪武士に吹く死の風。私聞いたことある。この本の作者は動きの描写がすごくリアルらしいよ。ほんの数ページめくってみただけじゃが、ひたすら戦っておるぞ。構文も主語と述語ばかりでいささか単調じゃの。主語述語。前置きも何もなく主人公が行く先々で喧嘩を繰り返しておるが、こんな延々と争いを続けるだけの物語を好むやつが本当におるのか。それでは天聖ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった件についてはいかがでしょう。天聖ものの作品か。それも最近すごく流行っているみたいだな。天聖もの、なんじゃそれは。それになぜ夕暮れの実を食べたら強くなれるんじゃ。設定、物語を進めるために構想された実在しない規則のことか。異化効果を構築する点では確かに必要なものと言えよう。異化効果ってなんだ。でもこの本では転生と強くなることの関連性を説明しておらぬぞ。こんな非論理的な規則じゃと物語の一貫性に影響が出てくるじゃろう。読者はそれを受け入れられるのか。でしたらこちらの本は苦労してやっと仕入れたものですよ。これって鬼ぶどうの最新刊。もこの署名の長さは普通じゃの。ふむ、コレイはこの本が好きなのか。好きは好きだけど、特別めちゃくちゃ好きってわけじゃないんだ。先輩、まさかこのシリーズで授業をするつもりじゃないよね。どれどれ。文章はかなり流暢じゃが、わからぬ単語が実に多い。輝きの彼岸、万境家系。こういうものは全て設定上の専門用語なのか。私も読んでいて変な名前だなって思ってたんだ。字面だけでは意味が捉えられず、語法の観点から見ても巧妙とは言えぬ。それとも主人公は敵を攪乱するためにわざとこのような言葉にしたのか。つまりはただの文学的な表現に過ぎぬと。
近年の物語は実に理解しにくいの。そうだよね。なんでこんな変な本があるんだろう。まあそれでも読み返したくなってしまうんだけど。はい、昔スメールで流行っていた本は今よりずっと精巧に物語が作られておったぞ。ああ、とある印籠派の学者が民族伝説を研究する過程で書いた本じゃ。込み入った物語に作り込まれた設定、言葉選びもよく吟味されておってな。連載当時は教練院の者の多くが読んでおった。当時の賢者でさえこれは世に名を残す偉大な傑作と称賛した。これだけの年月が経ったんじゃからさすがに完結しとるんじゃろ。もしかしたら当時より流行っておったりしてな。スメールにそんな本があったんですか？どうして聞いたことがないんでしょう。名前を教えていただけますか？確かシャハリヤールの物語という名前じゃった。ここで売っておるのか？シャハリヤールの物語、初耳ですけど、いつ発行されたんでしょうか？およそ100年前じゃの。100年前？ふざけてらっしゃるんですか？どんな本が100年も人気であり続けるって言うんです。アンタルの物語は今も語り継がれておるのではないか？この間カフェで誰かから聞いたんじゃ。そんな古い物語でも語り継がれておる。シャハリヤールの物語ならきっともっと多くの人に好かれておるじゃろ。そう言われましても、こっちにそのような本は置いていないんですよ。なんじゃと？まさか教練員が近年書籍を厳しく管理してたせいか？スメール人の文化水準をここまで下げさせてシャハリヤールの物語も知らぬほどになったとは。シャハリヤールの物語、シャハリヤール。待ってください。確かトレジャーストリートの向こうの骨董商がそんな名前を言っていたような。100年前の本を探していらっしゃるようですし、そちらに行かれてみては。シャハリヤールの物語が骨董品じゃと？ち、教練員め、これほどの傑作を誇りに埋もれさせるとは。今すぐ見てくる。旅人コレイ、骨董商のところで落ち合おう。先輩。まずいまずい、どうしよう。この前どうしてファルザン先輩を怖がってるのかって聞いただろ。実は先輩の行為にどう向き合えばいいかってことなんかよりも、もっと怖いのは先輩が普段研究してるチンプンカンプンの古代文字なんだ。下手したら今後そういう古代文字で書かれた本を教材に使うかもしれない。そうは言ったって、万が一100年前の学者がみんな古代文字で物語を書くのが好きだったらどうするんだ。ふう、私たちも早く行ってみよう。物語の第5巻。え、本当に見つかったんだ。こいつは驚いたな。この本が単体で売れる日が来るなんて。
これで教材の件は解決できそうじゃな。うむ、授業の名前も思いついたぞ。古典書籍の鑑賞じゃ。この本なら間違いなく古典という言葉にふさわしいものじゃろう。どれどれ。はあ、よかった。古代文字で書いたものじゃなくて、ギリギリ何文字か読めるけど。って、この本、イラストとかが全然ないよ。言葉選びさえしっかりしていれば、読者の想像を助けるような挿絵なぞ必要ないじゃろ。安心せい。理解しにくい部分があればちゃんと解説してやるから、この本のことを必ず好きにさせてみせるぞ。そういえばもう100年も経っておるのか。アリーヤとアジズは最終的にうまくいったかの。砂漠の宝石を最後に手にしたのは誰なんじゃろう。天使よ、この本の続きは置いておらんのか。それはなかったと思う。そうか、やっと続きが読めると思ったんじゃが、まあよいか。続きの巻については後日自分で探すとしよう。じゃが、教材として使うならば初めの巻から始めるのが適切じゃ。それで前の4巻はなぜ一緒に置いておらんのじゃ。ああ、それもないんだ。実はここにあるのはこの一冊だけなんだ。そこまで品薄になってしもうたか。いやいや、品薄というよりそもそも全く市場がないんだ。市場がないだと。ありえぬ。昔は教練員を歩いておるだけで3組ほどの者たちがこの本について話しておったものじゃぞ。そうなのか。最初この本が届いた時、これといって特別な話は何も聞かなかったと思うが。お前、この本はどこから手に入れた。まだ売り手と連絡が取れるか。そいつは無理かもしれねえな。この本は骨董品の家具の山に挟まれて売り出されたものだ。買い取る時は中にこの本があることになんざ全然気づかなかったんだ。そうでもなければあの時マハマトラたちはとっくに俺のところへ来てたはずだ。まさかこの本って実は高く売れるのか。そんなはずないよな。バカな、そんなはずが。いくら教練員が書籍を厳重に管理していたとはいえ、シャハリヤールの物語がここまで無名なものになるはずが。
ああそういえばこないだここを通りかかった人がこの本を手に取ってパラパラ読んだかと思ったらため息をついて去っていったな。ため息？なぜそのような反応を？シャハリアールの物語の水準であれば少し読んだだけですぐ引き込まれるもんじゃと思うが。すまぬ旅人コレイ、ちょっと待っていてくれ。この巻の内容を読んでみる。ハリーヤとアジズはまたすれ違っておったのか。砂漠の宝石の行方には全く触れておらぬ。それに何の紹介もなく唐突に新たな人物が登場しておるし、新しい単語が次々に出てきて、これは本当にわしの知っておるシャハリアールの物語か。はあ、その反応、前に通りかかった人と全く同じだよ。ほら、そこのカフェにいるマッタフだよ。よくアンタルの物語について語ってるやつ。どっちも古すぎる物語だから、もしかしたらあいつなら何か知ってるかもな。そのシャハなんちゃら物語って本のことを。それじゃあカフェに行って聞いてみるのはどうって。あれ、ファルザン先輩？ああ、行ってみるのが良さそうじゃ。手打ち。こんなものに興味を持つやつがまさか本当にいるとはな。ところで他に気になるものはないかい？それなりのモラさえ払ってくれればこの本はおまけでつけるぞ。また一日聞き手なしか。あのマッタフさんか。ああ、僕がマッタフだけど、君たちは僕の物語を聞きに来てくれたのかい？その今日は別のことを聞きに来たんだけど。はあ、やっぱりそうか。ごめんなさい。いや、大丈夫さ。そろそろ慣れてきたから。それより売れない語り部に何を聞きたいんだい？シャハ
ールの物語は知ってるか？へえ、シャハリヤールの物語か。これはこれは久しぶりに他の人の口から聞いたよ。師匠はこの本は昔すごく流行っていたんだとよく言ってた。でもカフェで試しにいくらか話してみたら、その反響はアンタルの物語よりも良くなかったんだよね。お前の師匠？なあ、語り部の師匠さ。師匠曰くこのシャハリヤールの物語は師匠の大師匠の師匠が書いたものだったらしい。それにその方は教令院の学者で、彼の書いた物語は賢者たちも絶賛するほどのものだったという。当時彼は連続で4巻分を書き上げて、それぞれが前巻よりもさらに好評を博した。スメールに彼の本を読んでいない者は存在しなかったほどだった。それでその後何があったんじゃ？なぜ今シャハリヤールの物語を誰も知らぬのじゃ？さあね、流行ってものは誰も予測できないから。今日はみんなこんな話が好きだって言ってても、明日になれば今度は違う話が好きになってる。そのうち大師匠の大師匠は衝動的になっちゃってね、完結時期をあえて先延ばしにして物語を引き延ばそうとした。時代の流れに追いつくために新しい設定をいくつも追加していった。でもその結果、五巻以降はかえって評価が下がり始めてしまったんだ。そんなはずが。それじゃあシャハリヤールの物語の結末は？結末？そんなものなかったよ。その後流行りに乗って数巻続けたけど、新刊が出た瞬間いつも風向きが変わってしまうんだ。それで憤りを抑えきれなくなった彼は書くのをやめてしまって、自分の研究に没頭したそうだ。その頃のシャハリヤールの物語には読者なんてもうほとんどいなかったんじゃないかな。そもそも師匠から聞いた話って
どこまで話を盛られてるのかよくわからないんだよね。だってこの世にそれほど人気のある本なんか存在しないだろ。今彼の遺産として実在しているのはアンタルの物語の原型になった交渉くらいしかない。執筆をやめた後は歴史の研究に専念して多くの論文を残したんだ。僕の師匠がアンタルの物語について語るときはそこに書かれていた内容を引用することもあるよ。師匠は僕よりずっと話術に長けていて、同じアンタルの話でも師匠が語れば多くの聴衆を魅了できるんだ。でもそんな師匠でも一貫性も結末もないシャハリヤールの物語を語ることはしないだろうな。代わりに最後まで残ったのはアンタルの物語じゃったということか。まあ物語がいいものかどうかなんて賢者ですら語れない。結局何が人気になって古典になるか答えを出してくれるのは時間だけだからね。時間だけが評価できるということか。ファルザン先輩、100年間、もしかしたらわしの認めておったものはそれほど正しいものじゃなかったということか。そうだよ。私も最初は師匠が有名な本をたくさん探してくれたんだけど、結局その本たちは全然読めないことに気づいて。どんなにいい本でも読めないことには読み書きの勉強にならないだろう。だから私にとっては自分に合った本が一番いいんだ。うむ、そうじゃな。読者の思考も時代の流れももともと簡単に予測できるもんではない。100年前の人気と100年後の冷遇、歴史にとって100年なんてあっという間じゃ。もしシャハリヤールの物語が潮流に揺らがされることなく完結まで己の作風を貫いていれば、この100年の間に再び人気が出る可能性だってあるやもしれんかった。いや、たとえ人気が出なかったとしても少なくとも己に恥じることはなかったじゃろう。あれ、私たち何か重い話をしてたっけ。何を言ってるのかはよくわからないが、道理にはかなってる気がするね。僕もアンタルの物語を根気よく語り続けないといけないみたいだ。まったく、危うくたかだか一冊の本に影響されるところじゃったの。教材の話に戻ろう。どうやらシャハリヤールの物語は無理そうじゃな。いやいや、それだって古すぎるじゃろうが。ほれい、さっきの本売り場で好きな本を見かけたんじゃろ。え、ああ、はい。でもそこまでは。自分の好きな本を教材にせい。よくよく考えれば読み書きを身につけることが目的なんじゃから、お前が興味を持てる本が当然一番ふさわしい。教練員の本はまあ説明できそうな授業名をつければなんとかなるじゃろ。
ほう、お前は教練員を相手にするのが得意のようじゃの。採用じゃ。では後ほど本売り場に戻ってコレイに、なんじゃったか、あ、そうじゃ、鬼ぶどうの最新刊を買ってやろう。はい、教材にするならばまずは自分で読んでみないとな。え、あ、うん、そういえば前に見た輝きの彼岸と万境掛け以外に裏表紙にある読者メッセージにも見慣れぬ単語が並んでおるの。なになに、自分の黒歴史を思い出してしまうけどやっぱり物語に引き込まれる、それから作者は私が木の裏にしか言えない言葉を全部書いてくれと。黒歴史という言葉はなぜ耐えられない思い出や恥ずかしい思い出を指すんじゃろうな。この100年の間で生まれた新しい言葉なのか。もしこの100年間にわたる語句の変遷に関する研究というのも授業の目的に書けば書類の申請が通りやすくなるかもな。ああ、その言葉なら聞いたことがあるよ。一部の人は思春期に不幸を背負って生まれたとか、世界と戦わないとみたいな考えを持つようになるらしい。でも大人になるにつれてそういう思い出が恥ずかしくなってくる。そうするとそのことを小説や木の裏に託す人がいたり。どんなに古い物語でも必ずそれが好きで聞いてくれる人がいるって言っただろう。さあ始めるぞ。古代の英雄アンタルといえば、時代遅れになることは永遠にない。古代の英雄アンタルの物語。ちょっと待ってよ。どうしよう、師匠はファルザン先輩。でも万が一誰かが教練員にクレームを入れたらファルザン先輩はさらに窮地に立たされるんじゃないのか。もし教練員がこれを追求してパルディスティアイまで先輩を探しに来たら、もっと大変なことになるかもしれないよな。それともお前は先輩をパルディスティアイに呼んで教練員の方も説得できる方法を考えついてるのか。うん、じゃあ任せた。はぁ、妙論派の行為を受けぬなら知論派のただいま、ファルクのぬい。ファルザン先輩、落ち着いてください。今日は本当に最後の最後なんですからね。
え？ああ、それでお前たちを使わしたわけじゃな。あやつが手紙に詳しく書いておらんかったせいじゃ、そうと知っておれば研究課題として申請しておったのに。あ、そうそう、師匠はこの件を直接説明してきてってわざわざ私たちに頼んできたんだ。待ってください。いきなり学術交流の話を持ちかけてくるなんて、いくらなんでもタイミングが良すぎませんか。それにファルザン先輩は正論派の研究領域とはあまり関わりを持っていらっしゃいませんよね。一体何を研究するんですか。その師匠が研究したいのは全自動灌漑仕掛けじゃ。全自動灌漑仕掛け。ああそうじゃ。植物の種類や季節に応じて与える水の量を自動的に調整するシステムじゃぞ。昔ウリンの遺跡で似たような仕掛けを見かけたことがある。それでティナリはわしのことを思い浮かべたんじゃろう。そんな装置本当にあるんですか。聞いたこともありませんけど。見かけたのは100年前のことじゃから、お前が知らぬのも無理はない。そうじゃのう、お前の先生の先生に聞いてみたらどうじゃ。もしかしたらどこかの学者から聞いたことがあるやもしれぬぞ。それって照明も反証もできないのでは。まあまあ案ずるでない。後でティナリに正式な申請を教令院に出せと言っておく。それならば問題ないはずじゃろ。正式な申請ですか。はあ、わかりました。いずれにせよ共同研究も選択科目もまだまだ先が遠いみたいですし、ひとまずその件を上に報告してみますね。これ以上遅れがないよう付随する手続きもできるだけ早く済ませてくださいね。うむ、わしが隣であやつが書くのをせつこう。はい、やっとごまかせたの。初対面ながらうまく連携が取れておったの。やっぱりその場で考えた言い訳だったのか。でもワルザン先輩は本当に100年前の灌漑仕掛けを見たことがあったのか。教令員に細かいことを聞かれたら。さあな、100年も前のことじゃ忘れてしもうてもしょうがないことじゃろ。え、その時が来たらどうやって教令員に説明するんだ。ふん、教令員に渡す頭が痛くなりそうな書類のことは全部ティナリに任せればよい。わしの推測が正しければ、あやつがこれからわしに頼んできよることはそんなことよりもよほど難しいことなんじゃろ。
そんな大きい声を出さなくたって聞こえてるよ。へえ、思ってたより順調だったんだ。てっきり先輩は処理しないといけない面倒事をたくさん抱えていらっしゃると思ってたんだけど。旅人のおかげでそれらの面倒事は他のやつが代わりに悩んでくれることになったんじゃ。他の人？それって一体？ま、それは後で説明してやろう。お前は手紙にも書いておったこいつのことでわしを呼びつけたんじゃろ。そうなんだ。みんなついてきて。緊張しないで、コレイ。これはこの間、僕と旅人が助けた機械生命だ。カカタっていう。ある亡くなった後輩の最後の作品なんだ。あばっと言っちゃったか？一人でこのような完成度に仕上げるとは、確かにとんでもない人材じゃ。ソロン派の学者でありながら、このように精巧な仕掛けを完成させたのか。もしそやつがまだ生きておれば、わしと気が合ったことじゃろ。まことに残念じゃな。お、様子がおかしいようじゃが、お前はちゃんと世話をしておるのか？機械生命は見た目よりもかなり繊細なんじゃぞ。カカタは病気になったのか。数日前からこんな風にダウン状態になってしまっていたんだ。もしかしたら前から隠れた病気があったのかもしれない。僕はソロン派の授業を受けたことがあるから、エネルギー供給のモジュールを何とかして直してみたんだ。でも今回問題が起きたのは駆動列の方みたいだ。今の僕が持ってる知識じゃ、カカタの状態をこれ以上悪化させないようギリギリ維持することくらいしかできない。でも、ファルザン先輩なら解決策を見つけられるでしょ？それは何とも言えぬ。機械生命の構成には錬金術や元素学など多くの分野が関わっておる。各モジュールの間は互いに関連し合い、影響を与えておるからの。ギミック術だけで何とかなるとは言い切れないとお前も分かっておるはずじゃ。それに、異なる機械生命の間にも大きな違いがある。わしの機械生命に対する理解がこのカニっ子にも適用されるかどうかはわしにもよく分からんのじゃ。カカタ。はぁ、お前たち、外に出ておれ。わしには静かな環境が必要じゃ。詳しく見てみんことには全てが仮説に過ぎぬ。うん、頼むよ、ファルザン先輩。機械生命は誠に不思議じゃ。機械生命、まさか100年後のスメールでこのような形でまた出会えるとはな。
つなぎます。カカタ、早く治るといいな。機械生命も病気になるなんて思わなかった。早く元気になるといいな。先輩が見終わるまでここで待ってよ。ちょうど先輩について話しておきたかったんだ。そっか。先輩の経歴は教練員じゃ知ってる人も結構いる。でも他から聞くよりかは僕が直に教えておいた方がいいかもしれない。僕は先輩が100年もの間消えていたと言ったよね。でも先輩自身からすれば消えていたというよりも閉じ込められていたと言った方が適切かもしれない。先輩の言葉を借りると、あれは仕掛けだらけの暗号文が山ほど刻まれておる遺跡じゃった。暗号文を解読し仕掛けを解いて、どうにか遺跡から脱出しようと頭を絞ったが、心当たりは全然なくての。どのくらい経った頃じゃろうか、そのうち紙もペンも使い切って石のかけらと壁や地面を使って解読することしかできんようになった。また時は過ぎ、どのくらい経った頃じゃろうか、そのうち壁や地面にも書く場所がなくなった。心の中で可能性をしらみつぶしにあげることしかできなくなった。またまた時は過ぎ、どのくらい経った頃じゃろうか、記憶は曖昧になり、判断力も頭の回転も鈍くなってしもうた。それ以外のことを先輩は何も思い出せないんだ。遺跡の場所も最後に脱出した時の状況も。数年前、先輩はスメールの野外で倒れているところを発見された。格好も見た目も100年前と変わらないままだったけど、当時は意識が混濁して断片的な言葉しか話せなかった。先輩は長い間休養してやっと話せるようになったんだ。教練員は100年前に仕掛けを研究していた時、ファルザン先輩がある未知の遺跡に閉じ込められたんだって推測してる。それから遺跡の不思議な力が老化を止めたからこそ、先輩は100年かけて仕掛けを解いて脱出することができたってね。でも最終的には脱出に成功しても、100年経った今じゃかつての知り合いも先輩のことを知っている人もみんないなくなってしまった。教練員でさえ先輩の存在を確かめるためには、アーカー社に残されていた100
100年前の記録に頼るしかなかったんだ。そんな顔しないで。悲しいとかかわいそうとか思わせるためにこんなことを教えたんじゃないよ。先輩は過去のことで人に同情されたくないんだ。先輩は閉じ込められた100年のことを実験で言う失敗だって捉えてるみたいだ。学者たるもの、実験がもたらすあらゆる結果を受け入れるべきってね。たとえそれが期待にそぐわない結果としてもだ。だからあれだけの経験をしたのに、先輩はスメールに戻った後も自分の研究を諦めなかった。時代の変遷や学術における意見の食い違いで、先輩は今の教令院に対していろいろ文句がある。それに教令院じゃ先輩に対する非難もあるかもしれない。でも僕が言いたいのは、いつの時代においてもファルザン先輩は先輩という名にふさわしい人だってことなんだ。先輩はいろんな遺跡や仕掛けに対して独自の見解を持ってる。もし機会があればまた先輩と話してみて。君の旅に役立つと思うよ。師匠、ファルザン先輩がカカタを見終わったよ。わかった。それじゃあ見に行こうか。何かわかったことがあるといいんだけど。まさか100年経った今になってまた蘇生装置に出会えるとはな。アバッドイのやつめ、とんでもないものを装着しよったの。この機械生命、新陳代謝に値するような行動は取らなかったか？例えば傷ついた機体を修復するために部品を集めるとか。最終的な使い道は違ってたけど、デザイン上は確かにそういう機能がついてるはずだよ。やはりな。わしの推測が正しければ、カカタの病巣は蘇生装置にあるはずじゃ。アバットイはモジュールにいろいろと修正をかけたようじゃが、核となる部品やデザインの理念はわしの知っておるものとさほど変わらぬ。どれも遺跡の掲示に由来しておるものじゃ。遺跡機械の創造者たちはギミック術によって生命に変わる、あるいは生命を超える永久機関を作ろうとした。奴らの数えきれないほどの試みの中で蘇生装置はその一つじゃった。生き物の新陳代謝を模倣することで似たような自己修復の機能を実現したんじゃ。じゃが今度は蘇生装置のエネルギー消費とメンテナンスが新たな問題となった。エネルギー消費？メンテナンス？例えば生き物の心臓が臓器に血液や養分を運ぶことができるのと同じじゃ。じゃが生き物の体格が大きければ大きいほど心臓が提供する圧もより大きくなっていく。心臓が損傷を受けた場合は自己修復はとても困難で、他の臓器にも影響を及ぼしてしまうことになる。じゃからこの試みは広く応用されてこんかったんじゃろう。
100年前にもわしは一度しか見たことがない。困ったぞ。わしの見立てではカカタを直すには蘇生装置の傷ついた部品を交換しなければならぬ。じゃがさっき言ったように古代の創造物の中でも蘇生装置を装着した個体は非常に珍しいんじゃ。関連の研究文献となればさらに少ない。じゃから交換部品を探すのはまるで広大な砂漠から一つの歯車を探すようなことじゃ。一から作るのはさらに非現実的じゃ。はぁ、アバッドイのやつは一体どこから初めの部品を手に入れたんじゃろうな。なんとなく心当たりがある。アバッドイはかつて大石境での実地調査に熱心だった時期があるんだ。教練院から追い出されたのはほぼその直後のことだ。あやつは砂漠で蘇生装置に出会ったということか。うん、全く可能性がないわけでもない。でも砂漠はこんなに広いのに、カカタに必要なパーツをどうやって探せばいいんだ。教練員の記録によれば似たような部品はこの100年発掘されておらんそうじゃ。運試ししたいならまだ発掘されておらん遺跡を探索するしかないじゃろうな。そういえば砂嵐と地震が収まった後、ある陰論派の学者が考古小隊を結成して以前は探索が難しかった砂漠エリアを探索してるみたいだ。その人たちに最近何か発見はなかったか聞いてみるか。希望は薄いが、あてもなく駆け回るよりは効率的じゃろうな。ラエットっていう学者で今列柱砂原の北東方向にいるはずだよ。カカタを落ち着かせてから一緒に見に行こう。いや、お前とコレイは良い。カカタの状態はそこそこ安定しておるが、誰かに面倒を見ておいてもらった方がいいからな。それにお前には教練員が残してくれた問題を解決してもらわんといかん。教練員の問題？それは他の人に引き継いだんじゃなかったの？待てよ、まさか。ふん、詳しくはコレイから聞きなさい。お前の今回の宿題じゃ。楽しみにしておるぞ。全自動考え仕掛け。師匠、私に手伝えることはある？材料の購入とか紙と筆の用意とか。確か君は今日中に終わらせなきゃいけない宿題がまだたくさん残ってるんじゃない？え？あ、はい。宿題を終わらせてさっさとベッドで横になりなさい。ファルザン先輩を心配させないことが一番の助けだから。うん、わかりました。
部丸見え。こいつら何の目的だ。やはりラエットさんに。これは待ちだ。ラエットさんの許可がない限り部外者は立ち入り禁止だ。ダメだ。素人が勝手に遺跡に近づいたり現場を破壊したりしないようにというラエットさんからの指示だ。現場を破壊？わしが調査してきた遺跡はこれまでお前が足を運んできた料理店よりも多いぞ。そのラエットというのは一体何期の学生じゃ。わしに会いに来るよう伝えるがよい。ラエットさんは今拠点にいないから早く出て行ってくれ。お前たちを通らせるかどうかはラエットさんが決めることだ。ちっ、頑固なやつめ。はぁ、そうじゃな。たとえ何か情報があったとしてもあやつが帰ってきてから聞くしかあるまい。今はこの近くで情報を集めるとしよう。ちっ、ラエットが帰ってきたら聞かんといかんぞ。一体ドイツの教え子かとな。待ちな。ラエットさんの許可がない限り。待ちな。こいつは何の目的だ。待ちな。こいつは何の目的だ。やはりラエットさんに判断を仰ぐ。遺跡に関すること？知らん。俺たちは水や食料を運ぶために雇われただけだ。発掘現場どころか泊まっている拠点にも近寄らせてくれやしない。はい、帰った。お家に帰りたい。以前この辺は砂嵐がよく起こる地域だったんだけど、ここ最近はなぜか少し収まったようだ。とある旅人が解決してくれたと聞いた。でもそんなこと人間にできることなのか？なんで拠点にさえ近づかせないんだ？でっかい機械だ。かっこいいな。もしかしてあれが伝説の遺跡徘徊者なのか？場所も合ってるみたいだし、まさかあの伝説は本当なのか？情報も大体聞いて回ったが、何か注目すべきことはあったか？遺跡徘徊者、このような名は初耳じゃ。あの機械の残骸も確かに変わっておるように見える。少し距離があるからざっと見ただけではわしも結論は出せぬ。さっきのあの村人に伝説のことを聞いてみよう。お？君たちなんで戻ってきたんだ？確かに君たちの年代の人なら知らなくても当然だ。何しろもう10年以上も経ってるからな。この遺跡徘徊者と呼ばれる魔物は何百年もの間各遺跡をさまよい続けてたと言われてるんだよ。探検してる時にその姿を目撃したっていう冒険者も多いらしい。それは巨人のように見えるという人もいれば猛獣のようだという人もいる。
でもなぜそいつがあちこちをさまよってたのかについては誰も知らないんだ。でも大体十数年前のことだったか。そいつは突然スメールから姿を消して、以来誰もそいつを見かけなくなった。だんだんこの伝説も語られなくなったのさ。だから今の若者たちはみんな何百年も名を轟かせた遺跡徘徊者の名前も知らないはずだ。何百年も？ありえぬ。少なくとも当時わしは聞いたことがなかったぞ。せいぜい数十年の話じゃろう。待て、当時の君って？気にするでない。それよりもあの機械の残骸が遺跡徘徊者だと思う理由を教えてくれぬか。それは実はこっちも人から聞いた話なんだが、酔っ払ったエルマイト旅団のやつから聞いたデタラメじゃないのか。お前は。お会いできて光栄です、ファルザン先輩。私はこの考古招待を組織したラエットと言います。ファルザン先輩のご高名はかねてより教令院にて伺っておりましたが、まさかこんなところでお会いできるとは、実に光栄です。それにこちらは最近名を轟かせている旅人でしょう。お二方は何の要件でこんなところまでいらしたのですか。最近お前たちが調査した遺跡の中に何か特殊な仕掛け、あるいは文物がなかったか。恥ずかしながら私たちが調査を始めてから少々時間は経ってるんですが、報告するような価値のあるものは未だ何も見つからなくて。ほう、あの遺跡徘徊者にも報告する価値はないと？あんなのは根拠のない噂に過ぎませんよ。この人たちが仕事の時にもこういう情熱を持ってくれるといいんですがね。ごもっともです。今すぐ仕事に戻りますので。流言は知者に止まる、そんなことわざがありますが、ファルザン先輩もきっとこのような根も葉もない噂信じないでしょう。知識は行動を伴って初めて完全なものになる。知恵は経験の娘というじゃろ。発掘された文物を調査して新たな発見はないかを確認するのを手伝ってやろう。もし何か成果が出たらお前のものにしてよい。断る理由はないはずじゃろ。ファルザン先輩が調査に協力してくれるなんて、もちろん願ってもないことです。ただお二方もきっと旅に疲れ果てていらっしゃるのではないですか。今すぐ調査に協力してくれというのもやはり少々無理がありますね。今日はもう遅いですし、下働きの者たちと拠点に戻って休みます。先輩たちもこの近くで一晩お休みになってはいかがですか。他のことはまた
明日話しましょう。ちょうどそこに村人の休憩用テントがあります。粗末ではありますが、よかったら使ってください。お前たちも休みに行くのか。ならばそうさせてもらおう。よりによってこんな時に。それにしても本当に遠いな。奴らは村人たちに普段の会話を聞かれたくないのか。じゃがそれもよかろう。向こうもこっちの話が聞こえんからな。わしも遠くから一目見ただけではあるが、あの考古招待にも機械の残骸にも問題があると思っておる。あの残骸の装甲と関節の老化の程度から見れば、遺跡で何百年も眠っていたとはとても思えぬ。むしろ十数年前頃に動かなくなったものに見えたの。うむ、時間的にもあの伝説に合っておろう。もしあいつが本当に遺跡徘徊者であったならという話じゃが、少なくとも数十年もの間稼働し続けられるほどの高い強度があった。あやつは一体どうやって機体の状態を維持しておったんじゃろう。その通り。じゃが理論的には蘇生装置はこれほど巨大な体を維持できないはずじゃ。まあわしが見てきた機械生命と同じであればの話じゃが。うむ、100年も前の話じゃ。カカタと同じくらいの大きさの機械じゃったが、重いものも運べんし喧嘩することもできん。実験の記録を書き写すことしかできんかった。それと家に手紙を届けることもできたな。当時奴を見つけたのも砂漠の近くじゃったから、もしかしたらこの砂漠にもまだ見つけられていない蘇生装置が埋まっているのではないかと思うんじゃ。でももしかすると昔の人はすでに動力供給の技術的な問題を解決しておって、わしがそれに関して無知なだけかもしれぬ。ちゃんと研究せねば。たとえ今奴らを問いただしに行ってもライトは不勉強で機械の特別さを見抜けなかったなどと言うかもしれぬ。そうしたらその時点でおとなしく物を教練員に渡すだけで、あやつは逃げられるんじゃ。もしあの残骸が教練員に渡されてしまえば、調査しようにもカカタの部品を手に入れようとするにも、そう簡単には手を出せんようになる。とにかく、奴らの企んでることを見抜いてから計画を立てる方が良い。あえて一泊させるとは。もし奴らが何かを企んでいるならば、今夜中に動き出すはずじゃ。今夜は特に気をつけなければな。発掘現場からか？やはり待ちきれんかったようじゃの。明日わしらに何かを知られるのが怖かったんじゃろう。拠点を見回っておるやつもおらぬのか。どうやら大きく動くつもりのようじゃな。わしはやつらの拠点に行って何か手がかりがないか見に行ってくる。
奴らを見張って時間を稼いでくれるか。では頼むぞ。つなぎましょう。全部丸見えね。ち、よりによってこんな時に。こいつら何の目的だ。やはりライットさんに判断を仰ぐ。より前のテントはまだ届いてないのか。今夜中に取り替えないといけないんだぞ。まだ輸送中です。あんなに大きなテントを運ぶのは僕たちも初めてなんです。ふん、どいつもこいつもごくつぶしだな。迷惑ばかりかきやがって。君たちの口が固ければあんな奴らを引き寄せなかったろうに。早く今あるテントを片付けろ。まだ輸送中のものも今夜中にこっちに届けるんだぞ。うん、何者だ。ち、うん、失礼しました。下働きどもが役に立たず叱っているところでした。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。君はいつからここにいたのですか。何でもありませんよ。ただのテントです。前の拠点の片付けがまだ終わらなくて、まだ幾人かといくつかのテントがそちらに残っています。今住んでいるテントが下働きの者に少し破られてしまったのですよ。だから前の拠点に残っているテントを回収してまた使おうと思っています。遺跡にある文物は価値の高いものですから、夜になって砲塔団などの盗賊に目をつけられないかと心配なのです。どうせテントも届いていないし、よく眠れないから人を連れてここを見回りに来たのですよ。なんといっても骨董品ですからね。欲しがる買い手は必ずいます。これだけの下働きを雇っているのも誰かに狙われないかどうかと心配しているからです。それよりも私からも尋ねたいのですが、君たちははるばる砂漠へやってきて夜中にこんなところに現れた。その教練員は本当にこのことを知っているのでしょうか。それにファルザンは一緒じゃなかったんですか。聞かずともわしならここにおるぞ。それからお前、先輩をつけるのを忘れていたようじゃが。すみません、ファルザン先輩。夜中じゃというのにお前たちがうるさくてよく眠れんから、旅人に様子を見に行ってもらったんじゃ。まさかこんなに経っても帰ってこんとは。ここで何かあったのか。
いえ、何でもありません。ああ、先輩のお休みを邪魔してしまうつもりでは、本当に申し訳ありません。下働きたちに見回りの時は大きな音を立てないよう言い聞かせておきますから。そっか、ならばよい。帰るとしよう。うむ、状況を確認するために出てきたんじゃろ。目的は達成された。明日から元気よく調査を続けられるよう、今夜はしっかり休むんじゃぞ。先輩のお休みを邪魔してしまうつもりでは、本当に申し訳ありません。下働きたちに大きな音を立てないよう言い聞かせておきますから。よりによってこんな時に。よりによってこんな時に。奴らの相手、ご苦労じゃったな。こっちはかなりの収穫を得たぞ。これは、奴らの拠点で発見された発掘記録じゃ。記録によれば、この遺跡はずっと前から侵入されていた痕跡があった。それぞれの仕掛けやトラップも、すでに起動されておったそうじゃ。さっき間近であの残骸を観察してみて、わしも確認できた。何百年も埋まっておる文物ほどは風化が進んでおらんかったのをな。あの残骸は間違いなく遺跡と同じ時代の産物ではない。十数年前、徘徊していた時に遺跡に侵入したんじゃろ。遺跡で罠にかかったか、あるいは動作に何らかの不具合が生じたか。それはこのまま遺跡にとどまり、つい最近人に発見されたというわけじゃ。じゃが、なぜ奴らがこのことを隠しておるのか、わしにはまだわからん。あの学者がこれらの手がかりに気づかぬはずがない。発掘記録の最後の数ページは暗号で書かれておるから、解読するにはもう少し時間が必要じゃ。そこに答えが書いてあるかもしれんな。ふん、ちょっとした言葉遊びに過ぎぬ。いわばこれこそがわしの得意分野というわけじゃな。うむ、あともう少しじゃ。そういうことか。助けて。君たちどこに行くんだ。早く戻って私を守れ。何の騒ぎじゃ。あれは遺跡徘徊者が再起動したのか。そんなわけがない。何かきっかけでもあったのか。ち、人助けが優先じゃ。わしは奴らを助けに行くから、お前は時間を稼いでくれ。そんな、旅人を無視しよった。なんで僕たちを追いかけてくるんだ。一体なぜそれは起動し、そしてなぜ追いかけてくるのか。
ちくしょう。おい、君たちも見ただろう。逃げても無駄なんだから一斉にかかれ。止まった。おい、君たち、そいつがどんな状況か見てきてくれ。え、でも、もしまた動き出したら。はあ、役立たずが。なんで君たちなんかを雇ってしまったんだ。どけ、自分で確かめるから。長年手入れされてなかったみたいだな。機械はもう限界を迎えたようだ。ち、起動する前は本当に伝説通りすごいやつなのかと期待してたんだが、まさか見かけ倒しとはな。がっかりだ。がっかりじゃと。まさかこいつが多くのモラと引き換えられぬからがっかりしてるわけではなかろうな。うぬ、ファルザン、君のことは教令院の先輩として尊敬しているが、だからといって私を好き勝手に誹謗中傷してもいいという理由にはなりません。ほう、これはお前が書いた発掘記録じゃな。それとも帳簿と呼んだ方がより印象に残っておるか。な、そんなもの知りません。1月3日テント5針発掘、1月5日テント3針売却、1月10日特殊テント1針前売り、至急旧テントと入れ替え。お前たち、表向きは考古招待じゃが、裏では私利私欲のために文物を転売しておるな。遺跡徘徊者と思われる残骸を発見したお前は、以前掘り出した機械の残骸とすり替え、教令員をごまかそうと画策したんじゃ。伝説の遺跡徘徊者、闇市にそれを狙う買い手はさぞかし多かったんじゃろうな。じゃがお前がすり替える前にわしらは砂漠に着いてしもうた。ゆえにお前は仕方なく計画を早め、わしがじっくり調査する前に一晩ですり替えようとした。じゃがその途中で思いがけんことに遺跡徘徊者を起動してしもうた。わしの推測、間違っておるか？な、何をおっしゃっているのか、さっぱりわかりません。お前は、知識を求める者としての矜持も、機械生命に対する敬意も持ってはおらぬ。学者を名乗る資格なんざないわ！ふん！くだらない！教授だの敬意だのどうでもいい。おい、行くぞ。ラエットさん、後ろに気をつけて。なんでまた立ち上がったんだ。早く逃げろ。それは巨人のように見えるという人もいれば、猛獣のようだという人もいる。でもなぜそいつがあちこちをさまよってたのかについては誰も知らないんだ。理論的には
蘇生装置はこれほど巨大な体を維持できないはずじゃ。まあ、わしが見てきた機械生命と同じであればの話じゃが。何百年も？ありえぬ。少なくとも当時わしは聞いたことがなかったぞ。せいぜい数十年の話じゃろう。なんで僕たちを追いかけてくるんだ。お前が狙っておったのはわしだったのか。久しぶりじゃの、タミミ。親愛なるファルザンへ、元気にしているの？あなたが失踪した日からもう20年以上も経った。教練員の人からは諦めた方がいい、もう希望はないと言われている。でも母さんはあなたがまだ生きていると感じてるわ。この世のどこかにね。あなたは幼い頃から強がりで、でもどこにいても頭角を現す子だった。だから今もあなたは必死に生きているんじゃないかしら。家に帰る道を探し続けているはずよ。残念だけど、母さんはもうあなたを迎えてあげることができないかもしれないわね。もう残された時間は少ないし、体もだんだん鈍くなってきている。これ以上遺跡には行かない方がいいとみんなから言われたの。でもタミミは以前と変わらず、いつもあなたの行っていた場所に足を運んでいるわ。それでね、あなたの先生とお友達がある方法を考えてくれたのよ。タミミを改造して私たちの代わりにタミミにあなたを探してもらうの。昔あなたはあまり家に帰ってこなくて、いつもタミミに手紙を託していたわね。私たちがタミミに渡した手紙はちゃんとあなたの元に届くかしら。この手紙が届くまでにどれほどの時間がかかるかはわからないけど、この手紙を読んでいる頃、あなたはきっと帰り道を見つけられているはずよね。この言葉を直接あなたに言うことができないのは残念だけど、でも
お母さんは今でもあなたを心から誇りに思っているし、愛しているわ。おかえり、ファルザン。まさか、お前がこんな姿になっておったとは。今までご苦労じゃったな、タミミ。お前の届けてくれた手紙、確かに受け取ったぞ。安心して、眠るとよい。タミミ、昔わしが出会った機械生命じゃ。わしがよその土地で学んでいた時も、こいつはいつもわしの後をついてきて、ノートを書き写したり、家に手紙を届けたりしてくれた。わしがあの件に遭遇した時、タミミは手紙を届けてくれとる途中じゃった。もう二度と会えんと思っておったぞ。まさか、先生たちが蘇生装置を改造して、自己修復の上に、さらに、タミミに自己更新の機能を持たせておったとは。単身で未知の遺跡に入り、危険な機械を倒すために、こいつは集めた部品で自分を修復し、改造し続け、10年も、100年もさまよい続けていた。あの頃、重いものを運ぶこともできなかったタミミは、こうして今の姿に変わり、遺跡徘徊者になっておったんじゃな。奴らの最後の手紙を、どこにいるかもわからんわしに届けるために。お前の心臓にとって、こんなに大きい体を支えるのは、やっぱり、重すぎたんじゃろうか。改造されたと言っても、蘇生装置は、このように高い強度が求められるような挙動を完璧に維持できるものではない。この数十年もの間、ずっと無理をしてたんじゃろう。成長する機会にも、生き物と同じように命の限界がある。当時こいつが遺跡にはまって動けんかったのも、おそらく設計された寿命が尽きてしもうたからじゃ。そして、100年経った今になって再び起動できたのは、わしが近づいてきたことを感じ取ったんじゃろうな。こいつは、全身全霊を尽くして、最後の手紙を届けようとしてくれた。ティナリのやつ、わしの昔話をお前に話したんじゃろ？謝ることはない。教令院の中でも秘密のことではないんじゃからな。それに、あれはただの実験の失敗じゃと、わしはそう思っておる。学者たるもの、平然と受け入れるべきじゃ。ただ、わしの失敗によって影響されたものが、これだけいたと今になって分かった。いや、先にパルディスディアイに戻ってくれんか？ずいぶん経っておるし、コレイたちが心配しておるかもしれぬ。わしは、もう少しだけ、タミミのそばにいたいのじゃ。少し。
つなぎましょう。彼はまた思考の袋小路に迷い込んだみたいだね。あの人たちにはっ戻ってきたのか。砂漠での旅は順調だった。あれ、ファルザン先輩は？そんな、せっかく100年前の旧友に会えたのに、一瞬で。学者としては受け入れられるかもしれないけど、友達や生徒、娘としてはね。先輩を一人にさせてあげて。僕たちはここで先輩を待とう。これからは100年後の新しい友達である僕たちがちょっとは先輩の助けになれるといいんだけど。ただいま。むむ、誰も迎えに来てくれんのか。みんな待ってたんだよ、ファルザン先輩。ならばよい。ほれ、これが砂漠から持ち帰った部品じゃ。カカタに装着すればすぐ元気になるはずじゃぞ。お、どうしたんじゃ。お前たちのその死んだような顔は。若者ならばもっと元気を出せ。でもファルザン先輩、そのパーツは。なんじゃ。そのことか。てっきり何か面倒事が起きたのかと思ったぞ。どうやら事の詳細はすでに知っておるようじゃの。何、わしのために悲しくなる必要はない。言ったはずじゃろ？学者たるもの、己の失敗に直面することをも学ばねばならぬ。100年も荷重負担の状態で稼働しておったんじゃ。これらの部品を取っておいたとしても、今のわしの力でタミミを治すことはできん。それならいっそ、カカタの中で、あやつの命を生かし続けた方が良いかもしれん。先輩というものはな、いつも後輩のために何かを残すものなんじゃ。学者もそうじゃし、機械もそうじゃ。それに、これらの部品をタダでやるとは言っておらんぞ。しばらくの間、カカタの中に預けるだけじゃ。じゃないと、お前たちにわしの研究の手伝いを続けてもらえんじゃろ。そして、わしが古代文明の創造物を完全に解析し、再現できたとき、タミミの神聖の時が来る。わかった。全力で先輩に協力するよ。私も、今はまだ何もできないかもしれないけど。うむ、当時の奴らにもタミミを改造できたんじゃから、今のわしらならもっとうまくやれるはずじゃ。その日が来たらわしはきっとあやつにこう伝えるぞ。おかえりタミミとな。